ラエティア族州の一ラエティアは、ローマ帝国の属州である。その領域は、現在のスイス東部及び中央部、ドイツのバイエルン州南部やドナウガー上流部、オーストリアのフォアールベルク州、オーストリアとイタリアにまたがるティロール地方の大部分、及び、イタリアのロンバルディア州の一部からなる。ローマ帝国時代のライティアは、西は、ヘルウエティ族の国に接し、東は、乗り組む、北は、 ウィンデリキア、南はガリア・キサルピナに接した。北側の国境線は、リーメスの一部によってドナウ川沿いに 166km に渡って守られていた。ラエティアとイタリアとの間は、アルプス山脈をレシェン峠で越えるクラウディア・ウグスタ、街道によって結ばれていた。ラエティア人はいくつかの記録によると、アルプス周辺の民族の中でも勢力が強く、好戦的だったようだが、 起源についてはほとんど知られていない。リウィウスは、ライティア人は、エトルリアから起こったとしており、この説を、ニーブールや、モムゼンも支持している。また、ジャスティンや、ダイプリニウスの歴史的資料によると、ライティア人はもともと、ポーガー流域に住んでいた民族で、それが、ガリア人の侵略を受け産地に逃れ、その時のリーダーの名前、ライトゥスが、民族の故障となったとされている。 ただし、故障については、ケルト語のレイトから派生した可能性が高いと考えられる。かつて、ラエティアであった、現在のオーストリア西部の人々の遺伝子から、Y 染色体ハプログループを調査した結果、かつて、エトルリア人が分布していた地域に共通する G グループの人が多いことが判明している。さて、起源は、エトルリアかもしれないが、 ローマ人がエトルリアについて知るようになった時代には、ケルト人の民族がライティアを支配し、住民の生活習慣も完全にケルト人に同化していたので、この時代のライティア人は一般的にケルト人とみなされている。ただし、それに混じって一部にはケルト人ではない民族も暮らしていた。ライティアに関する最も古い記述は、ポルビオスの文献にわずかに記載されているが、 その後は、共和制ローマが終わるまでほとんど記録に残っていない。とは言っても、紀元前15年にティベリウスとネロクラウディウスドルスによって征服されるさまで、ラエティアが独立を保っていたことはほぼ間違いない。150年頃のラエティア属州ローマ帝国の属州となった当初、ラエティアはそのまま一つの属州とされた。しかしタキトゥスがアウグスタウィンデリコルムを、 ラエティア属州の植民地と記載していることから、1世紀の途中には、ウィンデリキアが加えられたとみられる。ウィンデリキアを含む、ラエティア属州は、はじめは、プラエフェクトスが統治し、後にはプロクラトルが統治するようになった。2世紀まで、正規軍は常時はおらず、現地兵の軍や士兵が守備を務めた。ローマ皇帝、マルクス・アウレリウス・アントニヌスの時代。 179年までには、ローマ第三軍団イタリカの中東地、カストラ・レギナが置かれ、ラエティアはこの軍団の長官に統括されることとなった。ディオクレティアのステーの時代には、ラエティアは、ウィカリウス・イタリアへ教区に属するものとされた。また、ラエティアは二つの属州に分割され、旧ラエティアがラエティア・プリマ、ウィンデリキアがラエティア・セクンダとされ、どちらもプライセスが統治した。 分割の境界は、はっきりわかっていないが、一般的には、ボーデン湖から陰川まで東西に結ぶせにあたりと、考えられている。西ローマ帝国が滅亡する最後の数年間、ライティア地方は、荒れ果てた。その後、テオドリック大王が、東強盗王国を起こしてこの地を支配し、長を置くようになると、かつての繁栄をいくらか取り戻した。ライティア地域は、山岳地帯で、 住民の暮らしは略奪遠征を除くと主に牧畜と林業で成り立っており農業を行う者はほとんどいなかった。それでもいくつかは土壌豊かな谷もありトウモロコシやワインを生み出した。ワインはイタリア産に劣らず、例えばアウグストゥステイはライテア産ワインを最も好んだという。他には松屋に蜂蜜、ロウ、チーズなども産出した。 ライティアの首都はトリデントムとクリアだった。そこには2本の大ローマ街道が通っていた。1本はベローナとトリデントムからブレンナー峠を越えてインスブルックへ抜けアウグスタ・ビンディコルムに至る街道であった。もう1本はボーデンコハンのブリガンティウムからクリア・キアベンナを通りコモとミラノに至る街道であった。アルプス山脈のレイエティコン山の名前はライティアから派生した。 ありがとうございます。